今さ、ちょうど、人事の季節で、えー、みんなね、えー、どうなるか、すごい心配してるね。はい、こんにちは、たくです。ちょっと風邪気味で、しんどいんですけど、動画を撮っていきたいと思います。今ね、ま、あの、人事の季節で、えー、みんなね、あの、すごくね、気になる時期なんですよ。で、えー、 一番気になるのはね、あの、昇格ですよね。平、えー、まあ、平社員から、一般社員から、マネージャーに上がりたいっていう人が多分多いので、えー、まあ、そこれがね、一番気になると思います。まあ、俺はね、まあ、マネージャーに選ばれることは絶対ないから、あの、前にもね、あの、ちょっと簡単に説、あの、まとめて説明したんだけど、えっとね、えー まあ、マネージ、中小ブラック企業って、マネージャーになる人って、あの、能力より、どちらかというと、あの、上司に好かれてるかどうかなんですよ。上司に、上司に好かれている人の方が、能力がある人よりマネージャーになると。で、上司に好かれてなかったら、えー、なかなかね、マネージャーになれないと。いう、あの、傾向にあります。 まあなので、その、上司のさじ加減ですね。あとその上司が、まあ、どれぐらいの位置にいるかっていう人にもよります。えー、そこに気に入られると、結局マネージャーになりやすいわけです。だってさ、あの、仕事できる人より、あの、あの、部下がさ、あの、 あの、言うこと聞いてさ、素直にハイハイやってくれる人の方がさ、あの、いいわけじゃん。だから、あの、能力とか才能関係なくて、<laughs> 能力とか才能関係なくて、あの好、好き嫌いが結構ね、影響するところがあると思います。あ会う人の方がマネージャーになりやすいと。うん、好まれてる人の方が、 マネージャーになると。まあこれね、中小企業あるあるなんですけど、うん、そういうところなんで、まあね、あの、うん、まあね、あの、そこまで頑張ってもだから仕方ないんですよ。好かれてる人がなるんで、まあ、それ以外の人はまあ、まあ本気でやってもね、馬鹿らしいんで、うん、そんな本気でね、マネージャーなんか目指さなくていい,い,いのになって思います。うん。 そんな感じで、人事の時期でね、みんなで、ね、マネージャーになるか、こう、期待してるんですよ。まあ、気持ちはわからんでもないけど、なかなかこんなブラック企業で、えー、マネージャーとかになっても、まあ、仕事大変なんだけじゃないのって。うん。好き嫌いでマネージャーになってもね、売り上げが全然上がらなくて、 他のインデックスにしてる指標も全然ダメで、ボロボロのね、あの、現場、いっぱいありますよ。で、なんかね、その、上司の信頼が熱いから、SNS 戦略、運用とかも任して、めっちゃ失敗してるというね、うん、能力ないマネージャーとかいっぱいいるんでね、まあそういうのいっぱい見てきたんで、まああの、 能力、実力より好き嫌いで決まるんだなって、まあ正直なところ思いました。まあそういう感じでね、えっ、ー、と今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。